ね、畜生、ふるさと大使、ね、トラジローさん、なんかね、あの聞くところによると、ね、もう亡くなりになった渥美清さんからさ、いろいろいただき物があるというのがあるとね、はい、いや、畑に持ってきてください、ね、ペットのね、ブーコがね、ちゃんと歩いていることに行くからね、ブーコがねトラさん、今年2回目、2年目ね、2回目になりますけどね、うむを言わずに、はいよ、行くよとね、一言でね、でもあの出演者決まりましたんで、来年も、ね、もうスペースが司会、トラさん、はいはい、で、私たちバンドでしょ、あとさっきのよさこいの前に出演者でしょ、で、あのジョロールさんたちでしょ、ジャラルさんたち聞いてんな、来年もよ、もうメンバーはもうこれ決まってんだから、打ち上げやって、打ち上げやって、ね、親父バンド、やっぱりね、親父バンド必要よね、そうだね、ああいうキャロルは素敵ですよね、素敵だね、ということでね、そろそろすみません、あの私の出番でございます、あの私そろそろ歌わさせていただきますが、よろしいでしょうか、それあのお子さんみんな待ってたでしょ、あのお菓子のねあのプレゼントもあるからみんな帰っちゃダメだよ、もうちょっと待ちなよ、1曲か2曲歌ったらねあの配るからね、あげるとすぐ帰っちゃうからもうお菓子で釣っちゃうからね、熊谷さんね今流れてる曲、必ずイベントでこれ使うんですけどね、ヒックとドラゴンですね、はい、1話、2話、3話ありまして、最終ね、2話でお父さん死んじゃうんだよね、その時にね、うちの娘がね、もう見たくない、お父さんのことお父ちゃん思い出しちゃうから嫌だって言ってね、でもね、みるちゃん、ママいるでしょ、みんないるでしょ、あそこにほら、東京ナイトのパパちゃんもいるね、今日矢野君にあれでしょ、プレゼントもあげたんでしょ、父の日のね、うん、ほら、お兄ちゃん代わりの口うるさいしゅんくんもいるでしょ、ほら、親戚のおじちゃん親戚のおじちゃんになってくれたこれおじちゃんね、顔出し NG のね、あのベースのねダメなんですよ、彼カードの帽子かぶって顔隠してないと緊張して間違う間違う、歌いづらくなっちゃうんだから、本当にどうぞあの名前久しって言うんですけど、娘さんがね、うちの娘の一つ下小学校2年生で、お父さんのお名前久しって言うんだよねって言ったら、うん、うちのお父さんひろし、違うのお父さんと思ったら久しとひろし間違えてたってね、あそこにね娘さんと嫁が来てますけどね、久ちゃんはねあの全然度胸がねなくてね、心優しいだけでね、もう汗っかきでもうほらやっぱもう俺に触れないでみたいになってでしょ、女房ができた女房、本当に小林さん、うちのはね緊張しちゃうからカツラでもかぶせましょうかあの服じゃ釣りのおじさんでしょ、あれじゃん、小林さんの舞台にねこんな立派な人たちいるのにみっともなくてしょうがない、買い物行きますから衣装買ってきますから、で3月の18日19日でしたっけ、ドラキュラの時にお嫁さん言ったんですけど、また今日も同じ服で来たぞやってんだよねでもね、行くとね、嫁がね、私とミレにご飯食べ出してお風呂入れてくれてね、誰美しい、本当にいい嫁なんですよ、あんま喜ばない方がいいね、うん、あの嫁がいないとこの人はね、成り立たない、なるほど、そう、で、あの、うちのお父ちゃんね、今度、なんだっけ、なんとかの、ベースヤマハでベース買うとか言ってんですよ、なるほどね、あれ買わせないでくれって言うんでしょうね、30万くらいするからねあのバイト増やしな、ベース欲しいならね、家庭にダメだよ、負担かけちゃね私もなんかあの買ってあげるつもりないからねということで、こうやってあのあそこにスマーしてるでしょ、真っ赤なギターを持って、彼はもうここは常連さんですから、ジャズクルージングから何からもう引っ張りだこの名ギタリストです、本当に自分で言わないんですけど、東京でも何でもレコーディングプロの人たちに頼まれて、うん、ね、あのゴーストライターみたいなもんです、だから流れてる CD 本当に、あ、例えばなんとかさんが例えばね、あの、まあ、キャロルだとかクールみたいなこと聞いてるでしょ、ギターはこの人ですから、うっかり、危ない危ない、みんな騙されて買ってますよ、影武者、影武者、そうなんです、嘘ですか、嘘じゃないです、影武者、影武者、
ボーストンで励む者どっち影武者に励む者とか、ね、あそこにも励む者みたいになってるよ。PA さんね、太ちゃん。あまりディスらない。太ちゃんはね、牛乳石鹸で洗わないと体痒くなっちゃうんです。あ、そうなんですか。はい、で、太ちゃんの、太ちゃんの実の妹は、実はこのベースの嫁だ。なるほど、それを繋がれてた。じゃあ家族チックにやってほしい。はい、そうなんです。で、ドラムの旬のお母さんは私と同級生だ。あ、なるほど。同い年ですね。そうね、ミレちゃんはいろいろね、兄弟とか親戚とかいっぱい増えてきたんだからね。泣かないの。今日は父の日でしょ。そう、189のお願いを空にいるお父ちゃんにも頼みながらね、クレイジーズヒルやりましょうよ。じゃあね、お菓子町のね、友谷町じゃないです、お菓子町のお客さんが、ちっちゃいお客さんがたくさんいるし、今日ね、ミレちゃんのね、同級生、1、2、3年生まで一緒のね、菅又ルカちゃんとかね、あそこにいるでしょうね。そうなんですよ、その一つ下のね、あれ、マリアちゃんもね、あそこに、マリアちゃん、パパがまたなんかいいよと、芸能人みたいな俳優みたいな、そう、今日ね、マリアちゃんね、家族でやっぱ来てくれまして、本当にありがたいですよね。そういうことで、そろそろ始まってもよろしいでしょうかね。大丈夫かな。うん、じゃあ、行きましょう。オリジナルずっと行きますね。とりあえずちょっと前に作った曲から始めますか。私、生まれも育ちも宇都宮でございます。そして昭和、でございます。昭和の女行きましょう。よい、クレイジーシングル、アクション。スクールほどナイスセクシーボーイ、少し弾み構えも見つめる甘い声でさえさやくの、もう私はメロメロを止まらない。高鳴る想いをさらけ出し Don't stop! Don't stop! このまま想いを貫いてゆくわよ。そうよ、私は昭和の女。 Don't stop! Don't stop! このまま誕生吹き出しでゆくわよ。そうよ、私は昭和の女。
しかね、こう貢献できないんですけどもね、貢献するというには徹底的に無料、出店者も無料、出演者も無料、ノーギャラ、はい、みんなノーギャラ、茨城から来ようが、北海道から来ようが、沖縄から来ようが、全部交通費も自前でみんな来てます、それも全部189です。だから189なんです。いち早くみんな金持ってきなさい、出演者は、ね、お金ないと出られないんですよね、交通費ないとね。とんでもないイベントをやっていますが、それも189、みんな心から思ってるんですね。今日初、ね、参加のね、初参戦の荒川着物教室のね、先生たち、お行儀よくって皆さん、もう私夢だったんですよ、お着物の先生たちがああしてね、きちっとしてくださって、どっかんどっかんやるっていうので感想を聞きたいんですけど、あの美容室でね、先生隣の席でおぐしセットなさってて、私も隣の席でおぐをセットしてもらってるみたいなね。でもまあ これは冗談ですけど、先生が隣でいつもいろいろね、女性としていろいろお話してくださったりね、友也さんはね、女性として素敵よ、いつも褒めてくれます。人って褒められたら伸びるじゃないですか。ベースうまかったよーうまかったし、ベース母ちゃん見てから娘とね、真っ赤なタコ乳頭みたいになったでしょ。これゆでだこね、いつもこうなんだよね緊張してんじゃないんだよね。そういうわけで、いや一番ね、今日やりづらいのはベースだよね、矢野くん。だって義理の兄貴いいんだもんそういうわけでね、それでも彼もね、189って入ったばっかりだから、まだ僕はこういう大きいステージ出らんないって言ったんですけど、こういうのやるんだよ、そら出ますって、もう即答ですからね、みんな一丸となって今日ね、出てますね。なんかあれと、デーモンさん、そうだ、いたんですね、すみません、誰だあれやと思ってた、今、私より目立つ、悔しいと思ったデーモンさんでした。でね、来年もデーモンさん司会をお願いしたいなと思うんですよ。私、超楽です。すんごい機転が利くので、打ち合わせ一回もしないです。あの1週間ぐらい前に、あーって電話が来たらガチャッと切っちゃったんですけどそう、デーモンさんだみたいな。本当今日楽です、助かります、ありがとうございますね、次もね、オリジナル曲ね、これお子ちゃま向けにやりたいと思いますので、次はアイアイ、クレイジークレイジーラブ、いきましょう。ございます。
んな感じでね、 BGM お願いします。お子ちゃま待ってたでしょ、お菓子交換じゃ、お菓子交換じゃない、交換じゃない、あげるよ、おいでおいで、 BGM お願いします。あ、お菓子交換様にお菓子プレゼントタイム入らせてもらいます。はい、並んで並んで。はい、BGM のお願いします。3回目です。はい、どんどん、みんなどんどんお菓子もらってもらって。そしてですね、私も先ほどプレゼントいただきまして、トラさんからのプレゼントでございます。トラさんという焼酎をトラさんからいただきました。トラさんありがとう。みんなと飲むね。
私、荒くれ野郎ですが、頑張りたいと思います。頑張ります。そしてですね、次の曲は、このイベントのために、去年じゃないですね、今年ですね、ごめんなさいね、去年も今年も分かんない、新曲を作ってみました。タイトルちょっと重いようで、よく聴いたら希望って入ってますから、歌詞の内容も、私の思い、体験、皆さんから得た幸せ、全部この歌に詰め込んでます。これは一生歌っていきたいなという曲です。聴いてください。このイベントのために作りました。絶望の果ての希望です。
主義は破壊しれぬ不思議と犠牲の地悲しむな作り上げろ新命の地新の仲間よここに集え本当の心で作り上げよう自分らしく生きられてたよどう生まれたねわさぎどう生きるかだ戦いは終わったみんなでよ見逃さないであげてください。子供たちの悲鳴を聞いてあげてください。苦しんでいる子供たちがたくさんいます。それをみんな協力するために来てくれたんですよね。何度も何度もお願いしてごめんなさい。だけど声も上げられない子供たちのために皆さんお願いします。189です。一言では言えないんです。ただ皆さん助けてください。宇都宮の皆さん子供たちを助けてください。お願いします。お願いします。宇都宮の皆さん力を貸してください。189です。お願いします。行かなかったので学がなく自分の娘にもいろんな教養や漢字や難しい計算も教えてあげられません。でも今働いて働いてお金さえ作れば塾や習い事でそしてうちのメンバーの父親があり兄があり親戚のおじちゃんがありこっちにも父ちゃんがありみたいのいてそれと最近知り合ったばかりのご近所さんとかなんとかやれてます。それだけじゃなくてこうやって生きていくまでも東京ナイトのパパだってあんな目がかけてカッコつけてるけど本当にずっと支えてくれたし最近知り合った高子さんやムッシュだって自分の娘さんがお亡くなりになったばっかりなのに私たちの面倒を朝に晩に気にかけてくれます。こんな思いを他の虐待されてる子供たちにも味わわせてやりたい。みんなの本当なったかい愛を白いお米を自分の茶碗と箸で食べさせてあげたい。そんな思いを全部詰めてできたのが今の曲です。押しつけがましくてすいません。私は本当に何度も言うんですが娘にも本当に恥かかして申し訳ないと思うんですけどバンドのメンバーにも恥かかしちゃうんですけど楽がないので歌って歌詞にして自分の気持ちとか助けてほしい子供たちの代弁を歌
ターでしか伝えられないんです。すいません。はい。だからみんな助けてください。来年もやれるように、もうちょっと回数も増やしたいと思います。だからバイトも増やせばできると思うし、東京ナイトで皿洗いでも使ってもらえれば、あとムッシュのうちとか高子さんの大好きな庭いじりの草むしりも手伝ったら、ご飯ね食べらせてくれるから、その分浮くしね。ね、矢野くんのとこに行けばもうギター教室やめてギター教われるしさ、なんかさ、なんかイライラしたことあったらしゅんくんにね相談乗ったりね、でちゃんと家庭料理食いたかったらひさちゃん家行ってご飯食わしてもらったりね。そんな感じでこれからも前も後ろもひっくるめてご協力よろしくお願いします。ありがとうございます。去年のお客さんも素敵だったけど、今年のお客さんも物分かりいいやみたいな。荒川先生泣かないでよ。綺麗な人なのにものすごく優しいんだ。本当ありがとうございますね。グズグズ言ってもしょうがないんでね、次の曲でね最後にしたいと思うんですけど、これ終わったら出演者の方みんな上がっていただいて、皆さんにもう一度お願いしていただいたりとか、あのでお写真撮ったりとかしたいんでね。はい、いいですか次の曲。うん、もなんかあります、即興オムに入ってたね。あ、ごめんごめん、次の曲で終わりじゃなくてね。あ、これあったね。うん、もう一回あったね。ごめんね、すぐやめようとするんだよね。ほら、歌聞かせようとかさ、音楽聞かせありますよ、ミュージシャンですから。でもやっぱ189なんでね。それでほら、このお金も早く積み立ててね、またこのイベントに使われちゃうみたいな、もう計算してるんですね。これで次は垂れ幕、あ、施設に寄付せようかなとか、そんなことばっかりじゃないで。お米はお米で、この間ちょっと近所の奥さんからいただいたのがあって、まだ当分見れちゃう、今月来月までお米あるし、またなくなったらほら順番にこう回っていけばご飯食えるで、またもあの高子さんとこ行くでしょ。で増えたからね。で夜東京ナイト行くとね、夜食食わしてもらえる。そんな感じね。次は明るい曲で、これは大人の気持ちって曲なんですけど、ちょっとイケイケでやりたいと思います。はい、じゃあ気持ち入れ替えていきますか。大人の気持ち、フI'm not gonna lie.
ストレートな私だって玄関で花持って待ってたりね、スペース宇宙にもそういう時代ある。そうだ ね, ね、今そんなことやってごらんなさい。すぐ110番ストーカーがいます。気をつけてください。何ですかね、ラブレターなんか書こう思んならキモね、パパママ嫌だこれキモ、愛してるとか書いてあるとか言われちゃうんですよね。大変です。今メール、ライン、あと何でしたっけ、チャット、宇都宮チャット、あれおかしいですよ宇都宮の。なんかあるんですよね、私スマホを持っちゃいけないって。あそこのビデオカメラ回してる傘持ってあの気取ったエレガントふりしてる女いるでしょ、あの人に友達さんけスマホ持っちゃいけない、こっち側はスマホ持ってって言って板ばさみなんですけどね、できないもんあれね。そうなんだよね、余計なことをしちゃうね。あの楽々本とかお持ちですか。お母さん後ろ向け、後ろ向いて、お母さん、お母さん、そう楽々本とか持ってる、携帯持ってる、持ってる、じゃあそこまで年じゃないのね。じゃでも高子さんとかムッシュ携帯でしょ、スマホ、普通の携帯、あの楽々本持ってる人いないの。あみんな言わないな、あたけスペース楽々本でしょ。あ違うの。なんか楽々本だとともやさんいいよって言われた。うん、いいんでしょ、楽々スマホ、あ楽々本じゃない、楽々スマホ、楽々スマホだったら押すときにカチッって言うんだって、間違って押さないように。でちょっとなぁ、ちょっとなんか買ってみようかなと思うんですけど、あのクラスメートのルカちゃんのママさんもスマホにしたら楽よって言ってたから、そう彼女ねしょっちゅう買ってあの来てくれてね、またありがとうございます。明日学校ね休ませませんから大丈夫で。そうかわけでね、あ、矢野くん個人的に不安か、あ、お疲れ様です。どうぞどうぞ座って。まあそういうことでね、あの皆さんね、いろんな思いでね、泣き泣き訴えるような真似をね、こすい真似をしてしまって申し訳ないと思うんですけどね、次の曲も私の作って、うちのメンバーが、あ全部そうなんですけど、私作ってあのメンバーが編曲しまして、私が歌いやすかったり歌いづらかったり作ってくれるんですよね。歌いやすいように歌いづらいように作ってくれますみたいな。もうそもそも私がちょっとあの演奏しづらいような歌を鉛筆なので作ってるんですけど、次の曲は一昨年でしたっけ CD 出しまして、かなり あの皆さんに好評でして、ね、あのライブバージョンの方で歌いたいと思います。この曲最後の曲になります。優しいライオンです。Thank you.
Thank you.